回はローアーブルックスの星を取って機械のアップグレードまでやったところまでだね。で今回は新しい街をやっていこうと言っていたところだ。始めていこう。ここではスタッフのスキルを獲得できるようになりそうだな。安い人はスキルがなかったもんね。これで治療の失敗が減ればな。そのためにトレーニングライセンスを獲得する必要がありそうだ。まずは右上に書かれた目標を達成していくよ。さて目標を達成したよ。トレーニングライセンスが解除されたようだな。これでトレーニングができるようになるね。トレーニングルームを作っていこうか。その前に診断室を作っておくよ。そしてトレーニングルームを作って。教壇と机が必要なようだね。とりあえず3席用意しよう。これでいいかな。トレーニングの説明が来たな。院内に教えられる人がいればそれでよし、いなければ外部からの講師を呼んでトレーニングするようだな。その場合お金がかかるんだね。トレーニングを始める前にちょっと病院を整備するよ。そうしている間にいつも通り病気のお知らせ。精神科を立てておくのも重要だな。いつロックスター病の人来るかわかんないしね。医者はもう配置されてるのね。ちょうどトレーニングしてほしいって依頼が来てたからやってくよ。診断のトレーナーができるスタッフが一人いるな。じゃ彼に先生になってもらおう。しばらくするとトレーニングルームに入って授業が始まるぞ。一人遅刻だね。この間はもともと働いていた施設に人がいなくなるので注意が必要だ。追加で人を雇うことも考えないと。トレーニングが終わるまで飛ばすね。まだ終わってないけど変な人を発見。医師の診療待ちのようだな。新しい病気の予感。ちょうど病気のレポートのメールが来たな。ピエロになってしまう病気だな。治すのにピエロクリニックが必要なんだね。トレーニングが完了しないと解除されないな。しばらく放置だね。さてトレーニングが終わったね。これでピエロクリニックが建てられるな。建てるまで患者を待たせよう。じゃあ建てていくね。結構な大きさが必要だね。この真ん中のスペースに建てるか。通路が狭くなってしまうんだ。新しい建物もそのうち建てるから引っ越しも考えよう。ここにはナースが必要だな。じゃナースを配置してできた。早速患者が来たな。ずいぶん待たせてたしね。サーカスのテントの中に入っていくね。最初で抜けられない。ようやく治療が始まるな。テントが降りたね。なんか悪夢を見せられてるような。これが治療か。なんか苦しんでるな。終わったみたい。成功したみたい。相変わらずシュールな治療方法だね。さて病院も大きくなったので星を獲得したよ。まだこの病院を続けるか。新しいところをやっていこうと思う。まずは星を獲得した報酬を確認しようか。いろいろ解除されたね。受付が解除されたな。受付ってもうあるじゃん。受付センターみたいなものだな。大きい病院なら必要だね。あとはポスターか。じゃあマップに出て外を見てみよう。外に出てきたよ。これで新しいところが解除されそうだな。どこだろう。今日は人間の医学を理論大学というところだな。大学病院か。研究施設とかありそうだね。大学だからそういう施設もあるだろう。また移動が始まった。他にもあるのかな。この様子ならそうだろう。タンブルでいいのかな。多分合ってる。じゃあここも解除されて開業できるってことだね。これでおしまいかな。終わりのようだな。この手紙は何だろう。リミックス解除のお知らせだと思う。今回はしないよね。まだ決めてない。とりあえず大学病院の方をやっていこう。では始めてくれ。何にもなさそうだね。想像通り研究ができるようだぞ。ただその前にライセンスを獲得する必要があるな。じゃライセンスを取っていこう。この地域はかなり寒いらしい。そのためにラジエーターを導入しないといけないな。暖房器具かな。
そうだな。ここまで温度のパラメータはあったけど、気にする必要はなかったしね。寒すぎるということが起きるのであれば、暑すぎることもあると想定されるな。そうなりそうね。じゃあサクッと病院レベルと機械のアップグレードを行って、次に進めるね。研究ライセンスが解除されたな。いろいろ作業は終わったみたいね。研究を進めるためには研究室が必要だな。じゃあ研究室を作ろうかな。その前に研究をするためにはそのスキルを持ってないといけないぞ。トレーニングからか。前の授業が終わるの待つか。前の授業が終わったみたいね。これで研究の授業が始められそう。じゃあ早速トレーニングを始めていこう。やっぱり研究を教えられる人はいないね。外部から講師を雇うしかないだろうな。しょうがないね。また授業が終わるまで研究できなから待ちね。なんか白っぽい人がいる。まだ報告が上がっていないが新種の病気だろう。この世界は不思議だな。まだ治療方法はわからないからしばらく放置だね。話している間に研究の授業が終わったようだぞ。じゃあ研究室を作っていこうか。研究室を作っていくよ。 4×3 のスペースが必要だな。あとは必要な機械を設置して、アトラジエーターも置いておこう。どんな研究をしようかな。目標がクロノセラピーの研究になってるから、それをやっていくのがいいだろう。了解。なんか機械が動き始めたね。カメラが移動して見えなくなったかな。ちゃんと研究しているところも見るよ。さっき研究の授業を受けた医者が操作しているな。でもそれ以上でもそれ以下でもないね。これも時間がかかりそうだし飛ばしていくね。なんか手紙が来た。研究が終わったようだな。おそらくだが新しい施設が建てられるようになったと思う。目標はクロマセラピーで一人治療になってるし、きっとそうだね。ちょうどクロマセラピーが解除されたな。これも建てていこう。新しいビルも買っておいたからそっちに建てよう。スペースは 4×3 だな。そこそこ広さが必要だね。機械と操作コンソールを置いて、あとナースも必要だな。これで OK かな。あとは患者が来るのを待とう。ちょうどクロマセラピーが必要な病気が発見されたようだな。さっきの灰色の人がかかっていた病気がこれだね。おそらくそうだろう。しばらくしたら治療に来そうだね。それまで待ちますか。ようやく患者が来たね。実際の時間は結構かかってるからな。シミュレーションゲームだとどうしても待ちがね。さてどんな治療をするんだろう。色が抜けてしまっているからな。上の RGB がポイントだろう。なんとなく想像はつくけど、ちゃんとグラデーションつくのかな。様子を見てみよう。ちょっと色がついてきたな。More instantly forgettable melodies coming up next. 青で最後かな。 Maintenance announcement. Beds will become full. 正常な色になってきた。さて結果はどうだろう。ちょっとお金がなくなっちゃったのでローンを組んでしまった。多重債務状態だな。とりあえず治療は成功。腰をゲット。なんとかやっていってるって感じだな。まあいいでしょう。マットを2つやったから疲れたな。いろいろ解除されたようだけど、今日はもういいかな。それよりも治療が無事終わったのに下を向いてるのは気になるな。多分気分が悪いんじゃない。とりあえず外に出よう。ミトン大学も腰がついたし、次回はタンブルかな。そうだな。今日はすごく早く帰れそう。じゃあお疲れ様でした。お疲れ。